夢舞台を目指すサッカーチームがあります。今年で設立31年を迎える奈良クラブです。アマチュアのトップリーグ JFL に所属していて、選手の多くが元 J リーガーです。守備の要でキャプテンの小谷祐希選手31歳。彼もかつては J リーガーでした。めちゃくちゃうまいやん。みんながみんなやっぱ一人一人個性があってすごくいいチームだと思うんで、声やったりジェスチャーやったりそういうのでこうチーム統率していったり。高校時代は全国大会に出場し、日本高校選抜に選ばれるなど輝かしい実績を残した小谷選手。大学卒業後 J リーグセレッソ大阪に入団しました。その後 J リーグクラブを転々としながらも、ピッチで体を張るプレーはどのクラブでも重宝されました。しかしプロ8年目、徐々に出場機会を失い、2年前、29歳で戦力外を言い渡されました。ゼロ円提示受けた時は、そうですね、結構本当泣きましたね。結構家族の前でなんか泣いたの初めてかな、あの時。小谷選手は5年前に学生時代から付き合っていたマリさんと結婚。今は2人の子供がいます。家族のためにも新たな道を探そう、そう考えていたといいますが、マリさんは本人はもうただただサッカーしたいんだろうな、でもきっと私たちのことを思ってサッカー選手辞めて普通の仕事しようかなって考えてるんじゃないかなっていうのが、もう何も言葉には言わないけど、そう伝わってきたっていうか、本当にもう体が限界でやりきったって思うまでやってもらえたらいいなって思いました。こうした中届いた奈良クラブからのオファー。チームと一緒に J リーグへ這い上がる、その決意とともに今年8月に次男かなとちゃんが生まれ、新たな夢もできました。かわいいな。一緒にね、入場とかもしたいんですよ。ああ、選手、そう、選手入場、それが J リーグのピッチやったら最高やなって思いながら、まだまだやめられへんなって思ってます。おー、純也ナイス、純也いいね。ただ J リーガーだった頃と比べ収入は4割減。今はサッカースクールのコーチもしながら生計を立てています。みんな今大人になると何になりたいん？サッカー選手、 J リーガーになりたいやんな、うん、コーチも J リーガーになりたいん、そう、奈良クラブが上がったら、 J リーガーに上がったらコーチもまた J リーガーになれるから、みんなと一緒、夢だからみんなと一緒にコーチも頑張ろうと思います。その奈良クラブは初めての J リーグ昇格が目の前まで来ていました。昇格するための絶対条件は2つ。1つは4位以内という成績です。この時の順位は3位で条件を満たしています。2つ目が観客数、平均で2000人以上集める必要があり、達成できなければいくら勝っても J リーグには上がれません。去年 JFL で最低の90人を記録した奈良クラブにとってはこれが高いハードルです。すみません、奈良クラブです。 J リーグ目指してやってます。土曜日に試合があります。ぜひ来てください。ありがとうございます。9月、近鉄生駒駅に選手らの姿がありました。残り5試合、まだ観客数が条件に達していません。あと
ホームゲーム5試合で2万人近くの人が必要で、今順位は昇格の圏内にいるんですけど、これが全然5試合で2万人なんで1試合4000人、はい、わかりました。じゃあぜひ行かせていただきます。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。僕たちも頑張ります。ありがとうございます。こんにちは、サッカーチームの奈良クラブです。あの J リーグ目指してやってて、土曜日に試合があるのでぜひ見に来てください。ありがとうございます。こうした地道な努力が実り、試合を重ねるごとに観客数を積み上げていきます。残り3試合でおよそ1万3000人、待望の J チーム誕生にファンの期待も高まります。チームだけじゃなくて街も盛り上がってる空気がすごいので、もう今年何としてでも上がらないとあかんなっていう。キャプテンとしてすごい統率取ってくれて、すごいリーダーシップを発揮してくれてる素晴らしい選手だと思います。一緒に J に上がって、もう一度 J リーガーにさせてあげたいなと、はい、それで後押ししているのが僕たちだと思っています。先月23日の試合、思わぬ救世主が現れます。キングカズこと三浦知良選手。カズ率いるチームとの対戦で、この日の観客数はなんと1万4000人超え。 JFL 過去2番目の多さになったのです。カズ効果もあって、観客数という大きな壁をクリアすることができました。奈良県初の J リーグクラブ誕生へ、もう一つの条件、4位以内がクリアできれば夢が現実になります。観客っていう部分では、達成したというか、皆さんの力のおかげでできましたけど、まだ昇格はつかめてないんで、あとは本当結果っていう部分で、まあ、皆さんと一緒にですけど、やっぱプレーするのは選手たちなんで、僕らがしっかり、つかみ取らないといけないなと思ってます。勝てば文句なしに昇格が決まる運命の一戦。マリさんもスタジアムに駆けつけます。ちょっと昨日の夜はドキドキして寝れなかったんですけど、ついにこの日が来たのかなと思って、ひたすら応援したいと思います。3579人のサポーターの前で悲願達成へ。しかしその思いと裏腹にゴールは遠く、時間だけが過ぎていきます。試合が動いたのは後半41分。そして奈良クラブ悲願の J リーグ昇格を決めました。返り咲いた大舞台、奈良で描いた夢の第2章はこれから始まります。決まりました。よかったね。やったね、いいと。な、いいと、パパ J リーガーや。 J リーガー、まだ実感が湧かないですけど、でも掴み取れたんやなって少しずつ多分感じてくると思います。あの時に辞めちゃってたら、こういう経験もできへんかったし、こんな感情も生まれへんかったし、やっぱなんかやり続けんのってすごいこう何があるか分からなくて、大事なことやなって改めて思いました。